フランシスコ・デ・ゴヤの版画連作、ロス・カプリチョスから、理性の眠りは妖怪を生む防衛規制とは、受け入れがたい状況、または潜在的な危険な状況にさらされたときに、それによる不安を軽減しようとする無意識的な心理的メカニズムである。欲求不満などによって社会に適応ができない状態に陥ったときに行われる自我の最適応メカニズムを指す。講義においては、 自我と超自我が本能的衝動をコントロールするすべての操作を指す。もともとはジークムント・フロイトのヒステリー研究から考えられたものであり、後に彼の娘のアンナ・フロイトが父の研究をもとにキンダートランスポートでイギリスに連れて来られたユダヤ人の子供たちのケアをしながら行った自動精神分析の研究の中で整理した概念である。その経過は アンナフロイト著作集の第7.8巻のハムステッドにおける研究1956から1965に詳しい。この研究の舞台になったハムステッドのクリニックは今のアンナフロイトセンターである。防衛規制には発動された状況と頻度に応じて健康なものと不健康なものがある。精神分析の理論では防衛規制は 無意識において行われ、不安や受け入れがたい衝動から守り、自分の自己スキーマを維持するためになされる、現実の否認、または認知の歪みといった心理的戦略であるとされる。他の部分との関係性を含めた心の仕組みを説明する際には、氷山の比喩がよく用いられる防衛には、自我が超自我に命令されて行うものと、自我それ自身が行うものとで分かれる。人間には、 S, S という心の真相があり、その S から来る欲望から自我神を守ったり、それをうまく現実適応的に活用したりする方法が防衛という形で現れる。防衛自体は自我の安定を保つために行われるので健全な機能と言えるが、時にはそれは不快な感情や気分を人間に与えることもある。ジークムンとフロイトにおける厳密な定義によれば、 あらゆる欲動を自我が処理する方法が防衛である。よって人間は常に欲動を防衛していることになる。人間の文化的活動や創造的活動はすべて欲動を防衛した結果であり、その変形に過ぎないとされている。しかし一般的には防衛は自我が認識している、否認したい欲求や不快な欲求から身を守る手段として用いられると理解されている。最初に、 フロイトが記述した防衛規制は抑圧である。アンナ・フロイトは主要な防衛規制として対抗、抑圧、反動形成、分裂、打ち消し、投影、取り入れ、事故への向き変え、逆転、消化の10種類を挙げている。また、フロイトの弟子であるメラニー・クラインは、分裂、投影度を一視、取り入れなどの原始的防衛規制の概念を発展させた。 原始的防衛規制とは、自我の分離、個体化が見られる以前から見られる、生後5ヶ月くらいまでの乳幼児でも用いることができる、基礎的な防衛規制の総称である。自我心理学が発展したアメリカに対し、イギリスでは、対象関係論が発展し、フロイドの弟子であったメラニー・クラインが、自動分析や重い病理を持つ者の精神分析を、していく中で、 この原始的防衛規制を発見し概念化した。対象関係論の対象関係とは、主である自分と対象との関係のことである。フロイトは、人間の長次が4から5歳頃に形成されると考えていたが、クラインは、長次がの形成は、母子関係が重要な意味を持つ、生後1年以内であるとし、母親との対象関係を通じて、長次が発達すると説いた。 クラインの記述した原始的防衛規制は、分裂、否認、投影同一師、原始的理想化、創的防衛などがあった。防衛規制は、階層的に分類することができる。以下にバイラントの4分類に従って示す。自己愛的精神病的防衛とも。転移とは、幼児期に存在した重要な人物への感情を、原本の目の前にいる治療者人物に向けること。 この概念は精神分析における臨床現象として特に区別される。この現象には同一子と投影、置き換えと対抗などが同時に複数発生する。転移は次の2種類に分別される。例えば患者、治療者関係において以下のようなやりとりがある。逆転移とは治療者が患者に対して抱く無意識の心の動きのこと。例えば、 クライアントが診察に訪れる機会を楽しみに感じてしまう。この時点ではすでに意識化されている。治療者は逆転位を足がかりにして自身の中に想起する感情を自己点検しコントロールする必要がある。例えば患者、治療者関係において以下のようなやりとりがある。ありがとうございます。